エンジョイパチンコライフ。初めまして、鈴木涼子です。今回 A1 グランプリの撮影で、大阪にありますアローナンバーヒップステンさんにやってまいりました。さあ、私初めましてということで軽く自己紹介をさせていただきたいと思います。普段はですね、タレント業をしておりまして、あとお芝居なんかもやっております。それでパチンコパチスロ好きが高じまして、そちらのお仕事もさせていただいております。引き弱引き弱と言われておりますが、もうね、せっかくピーマート TV デビューしたので、こっからは引き強鈴木になれるように成長してまいりたいと思います。A1 グランプリ、今回のシーズンからですね、前回の方の3枚数がわからないという状況でして、前回は閉店くんが実践されたんですけれども、実践機種も3枚も全くわからない状態なんで、まあね、何枚以上と目指すことができないんですけれども、まあその分自分の、まあ、好きなようにというか、ベストな立ち回りができたらなと思っています。P マート TV デビュー戦となりますので、いいスタートダッシュが切れるように頑張ります。おはようございます。いや、みんな寝台狙いですかね。私やはりですね、ピーマート TV デビュー戦なので、まあ、お店で一番台数のある北斗の拳とも狙いで行きたいと思うんですけれども、そうですね、どうしましょう。すごい、2日前67回だって。この台に決めました。前日も前々日も、まあ大当たり回数少ない台選びました。それではいざ出陣してまいります。あれ、これジャギステージ、速攻ハートに。おお、ガルダと不動バトル。当たりました。やった。どっち、オーラは
新さんとバトル、上乗せしてください。おお、よかった、駆け抜けは免れましたね。しかもレイがよかった、来た。しゃ、このタイミング、ああ、わあ、中攻撃、うわ、避けろ、受けましたね、ケンさん。よし、わあ、雲も止まった、ですが継続。特にレア役も引けず、輪乗せもせず、初めに自己紹介するべきだったんですけど、予想外に早々に当たってくれたので今更ですが、はじめまして、鈴木涼子と申します。私はですね、もともとは、お芝居をやったりですとか、あとは、今は自転車番組とか情報番組とかもやりつつ、パチンコパチスロが好きなので、そちらのお仕事もしたいと思いまして、でパチンコ番組パチスロ番組なんかも出させていただいてるんですけれども、まあ基本が引き弱キャラなんで、A1 グランプリめちゃくちゃ不安なんですけど、結構オカルト的な発言もしちゃったりするんですが、本日の朝の運勢見てきたんですよ、ニュースの2位でした、カニ座。これはいける、朝からそう確信しております。ハーツ、さあ、そんな自己紹介をしていましたら、おそらく広角の強水化から見事 AT 当選。
67ゲーム。はい、2回目のはず当たりはシローラーです。早いっすね。結構ですね、その番組だったり動画で見せ場を作れずに終わるということがあったりするんで、やっぱり今日運勢いいかもしれないです。いい台掴めたかも。何もなく継続バトル。え、雲止まってるし、復活はなし。残念。今ですね、回転がだいたい1時間ぐらい経ったんですけど、まあ、朝一から A タイプですね、花火とかがかなりにぎわってまして、稼働もよくで、私本当にその回転直後ですね、ちらっと見たらもうそこ当たっていらっしゃる方が多々いまして、結構 A タイプにも力入れてるんですかね。マジでごめんなさい、ちょっと本当に申し訳ない。しかも中断だし、超ごめんなさい、本当に。なんでこんなやってんですかね、私。チェリーは嫌いってこと。違う、そんなことないです。チェリーが大好きです。チェリーが大好きです。自分のものにしたい。お、ここで強チャンス目。50%チャンスゾーン突入、期待度 50% ですかね。ありました、これでチャンスゾーン全勝の時自力です。よっしゃ、厳しいかしら。わー、ハート、これはきつい。あれ、あー、よかった
最高記録かもしれない。370、よし来ました。よっしゃ、40枚上乗せ。 A1 グランプリ今シーズンからその他のメンバーの構え知ることができないっていうシステムになったということで、まあ、前回の定点空がどれだけ出しているかっていうのが全くわからないですけども、とりあえず、まあ、今のところですよ。今のところは私投資も150枚なんで、いや有利だと思うんですよね。おお、いった、投進まで行きました。兄弟バトル、よいしょ、10枚20枚、60枚ですね、これで。スペシャルエピソード、強チャンス目からですかね。よし、150枚、私結構本当弦を担ぐタイプで
関西で初の収録、さらに A1 グランプリ初陣ということで、家を出る前ですね、もう丁寧に掃除してきたんですよ。特に水回り、水回りきれいにしとくと金運アップするって言うじゃないですか。なんでもう排水口の中までもうきれいにしてきて、それも良かったのかもしれないですね。ただいつも結構当てはまるのが、調子に乗り始めると失速するっていうあるあるなんで、気をつけて、調子に乗りすぎちゃダメよ。よし、よかった、調子、よし、
もう十分十二分に乗りました。ありがとうございます。よし、もう今この時点で3000万弱は確定してるんで、ね、ここでさらなる上乗せ、まあ、継続も考えたら勝てる気がするけどな。130枚、はい、継続バトルですが、兄弟バトル、こう登録してもらって初戦にこんな気持ちいい出し方をするって、よいしょ、
激闘まで行ってるんで、ほぼほぼ大丈夫でしょう。大丈夫ですよね。わあ、雲飛ばってた。え、もうなし？ちょっと待って、本当ですか？いけますよ。けん。うわ。調子乗ったら、いやー最後これですか？びっくりした。まあでも4000枚オーバーはかなり熱いですけど、ここで中段チェリー来た。おそらく中段チェリーで、あっしゃー、いやー素晴らしい。激闘ステージのままバトル、セリフあり、チャンスアップ。独闘姿勢はなしで、ケンさん、うわー、ゴーショーホー、おー素晴らしい。カードチェリーか、プラス100枚、よっしゃー、あー止まってる。はい、ことで3連で終わりました。640倍、はい、もう降格もないよ
容なのでやめたいと思います。もう十分大満足の次戦となりました。もう勝利見えましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。150枚なんでもう大勝ちですね。ありがとうございます。やったー、すごい。北斗別積み8箱ですよ。すごいですね。5ですね。65。素晴らしい。あ、北斗やっぱり打ってる皆さん結構ドル箱使ってる方が多いので、なんかやっぱり良さそうですね。と朝から稼働が良かった A タイプゲタマウスも勝ち盛り2箱。花火も下も見てみましょう。はい、地下にやってまいりました。寝台のアステカ、おー、さらに絆ですね。マジ絆モリモリです。お、3800枚オーバーしてますね。汗かも出ております。毎弱ですね。やっぱりすごい稼働がいい A タイプ、やっぱり強いんですかね。お客さんにすごい客付きがいいな。今日朝から見てて、やっぱりそのお客様が A タイプ、ノーマルタイプ座ってる方が多いので、もし次回こちらの、ナンバーヒップスさんで実践する機会があったら、私もちょっとね A タイプ狙ってみようかなと思います。それではエンディングいきます。結果発表。さあこちら私4808枚流しまして、投資の方がですねたったの150枚だったので、サマイはプラス4658枚でございました。いやいやね、正直わからないですよ。まあ、ヘイテックのサマイも分かりませんし、であと次がジェフリーさん、そしてマーサさん、まあわからないですけど4658枚プラスですよ。これは勝ったと思うんですよね、私。さすがにね、いやまあ、わかんないですけど、優勝はいただいたんじゃないでしょうか。デビュー戦、気持ちよく大勝で終わることができました。ありがとうございました。今回実践させていただいたアローナンバーヒップステン様なんですけれども、まあ、私はですね一番台数の多い、AT タイプの、北斗の拳ともで実践させていただいて、まあ、実際他の北斗のとも打ってる方もですね結構まあいいんじゃないかなっていう感じでですね、まあ、とも もちろん良かったんですけど、やはり A タイプがかなり強いように感じましたね。朝から A タイプ結構稼働が良かったので、皆さんねぜひデータだけでも見に来てみてはいかがでしょうか。私も次回ねまた機会があれば A タイプ狙ってみたいと思います。それでは皆さん次回の A1 グランプリもお楽しみに。